現役ドラフト完全予想12球団編一発的中率 100% チャンネル登録。これ 100% だったらすごいぞバズってほしいですね。バズるかな現役ドラフト皆さんもっと興味持ちましょうさあ初めての試み、現役ドラフトが12月の10日に行われますが、はい、我々12球団分ね、うん、この2名が選ばれるんじゃないかと予想してまいりました、はい、でそこから、まあ、海田さんがね、うん、何万通りシミュレーション。3通り、すーごい少ない1分半、一生懸命いろいろシミュレーションして、はい、こういう流れになっていくんじゃないかと予想してくれたので、それを紹介してもらいましょう。はい、うん、各球団のリストを作ってきましたんで、うん、見てみましょう、はい、12球団のリストはこちらです。パ・リーグはね、昨日やって、2人ずつだったんで、はい、そのまま2人ずつなんですけど、セ・リーグはね、ちょっと3人とか4人挙げた球団もあったんで、ついに来たか。それを2人にしました。解約です、保険。ね、ヤクルト、西浦選手、大下選手の2人にしました。で、横浜、田中の俊平と宮國選手、くしくも巨人から行った選手。おー、そうだね。そして、阪神、仁保選手と片山選手、捕手。で、巨人、戸根選手と北村選手。おー。そして、広島が、中村優選手。と、一岡選手。投手2名。出してないでしょ、あんまり広島では。そして中日、笠原投手と伊藤外野手。ごめんなさい、中日の伊藤外野手はね、実は僕リストアップしてなかったの。ただコメントで、めちゃめちゃコメントいただきまして、伊藤選手。ああ、はいはいはい、はい。ブライト選手と、4人いるとこですよ。で、守備の選手なんですけど、さすがに、今回の現役ドラフトで選ばれるんじゃないかと。なるほど。フェニックスリーグでも守備の機会が多かったですっていうコメントいただいたんで、参考にさせていただきました。いや、SNS 最高。ありがとうございます。はい。ちょっとね、パ・リーグ一応言いますけど、はい、駆け足で、オリックス、山足選手、ウルシアラ選手、うん、ソフトバンク、高橋純平投手、クキ選手、そして西武が久門投手、西川選手、そして楽天が石橋投手、横尾選手、ロッテが福田選手、江村選手、そして日本ハムが八千選手と西村選手。やっぱり1球団光り輝いてんだよな、福岡方面から。そうですよね。事前投票の結果、僕なりに予想しましたんで、はい、お出しします。事前投票のはこうなる。各球団の、欲しい選手、まあ補強ポイントっていうよりは、出てる選手の中で一番、うん、効果的な補強になるのはどの選手かなっていう観点で選ばさせていただきましたね、うんうん、なのでヤクルトなんかはさ、やっぱり田口でいい思いしてるんで、巨人のトネス投手とか、なるほど、うん、同一リーグである程度見てるから、はいはいはい、はい、うん、であとね、人気だった選手はね、やっぱり高橋純平投手はね、いやー、まあそうなると思うね。ああ、将来エースなり得るからね、25歳まだ、うん、であとはクモン選手なんかもね、パリーグで人気でしたよ。ああ、即戦な、あーそうカープも欲しいもん。ああ、そうね。そしてあとは笠原投手ね、先発ができる左腕、元日本代表レベルですから、うん、こういう選手も当然人気出た、まあ、あとは北村選手もね、意外と内野のユーティリティ右打ちで評価してる球団はあるんじゃないかっていう僕の予想、うん、これを受けまして、はい、獲得票数が一番多かった球団がソフトバンクと巨人が3票ずつ集めました、うん、ということで、現役ドラフトは今回は同数の場合ウェーバー方式を取るので、ジャイアンツから投票スタートということになります。あ、そこは足すんだね。足すんですよ。集まった人じゃなくて、集まった球団なんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので、巨人から。で、なので巨人は、もともと欲しい左の先発。やっぱり高橋優希選手が、はいはい、手術して、サワンがちょっとね、まだ若手しかいないんで、うん、笠原投手を最初に指名するかなと。いいんじゃない？はい。そうしますと、現役ドラフトは指名された球団に次、指名権が移りますんで、あら、そうなんです。次、ソフトバンクじゃないんですよ。立浪さん？ああ、たっちゃんがね、中日。ほう。これは言われてるよね。やっぱりね、キャッチャー。ああ、昨日の滝選手に次ぐね、キャッチャーが欲しいと。戦力外もあったしね、今年ね。そうなんだよね。そのあたり踏まえて、ソフトバンクのクキー選手。いや、そりゃそうなるよな。でもこうなると、高橋純平投手1巡目じゃ取れなくなるのよ。欲しい球団たくさんあったのに。やってんなよ。別に悪いことしてるわけじゃないですけど、そういうことは起こり得るね。あ、シミュレーションしたらやっぱ分かることあるね。そうなのよ、意外とね。そしてソフトバンクに移ります。ソフトバンクが今一番欲しい選手は西武の久保選手。おう、左のリリーフ即戦力、もう加山選手ね。そうだね、ダブルでね、うん、モイネロ選手なんかもいますけど、いたらいい分だけいいですから。なのでそうすると、次は西武に指名権移ります。西武は北村選手なんですよ。右打ちのユーティリティ大機能。なるほど。
FA に備えて。なるほど。ああ、でもいい補強だね。そうだね、うん。うん。という感じかなと。なので、これで西武で巨人に戻りましたんで、うん、これでまあ、ワンセット終わりです。うん、一回終わるんですよ。うん、そして、また次投票数が多いところから再リスタートしますんで、次に投票を集めたのが、オリックスの2票。ほうほう。なので、オリックスから指名を再開させていただきます。ほう。オリックス、ヤクルトの大下選手。おー、ピッチャー尽くしとくか。ね。もう、ちょっと残ってる選手の、から選んだっていう意味でね、うん、変則のリリーフですよ。うん。うん。なので、そのあたりいくかなと。そうしますと、次、ヤクルト。うん。ヤクルトは、逆にオリックスの漆原投手。うん。若いリリーフ候補。日本シリーズトレード？あ、日本シリーズ、ほんと日本シリーズトレードなのよ。で、ここでもう2セット目が終わり。あら。続いてはね、もう投票されたチームはいなくなったんで。こっからがちょっと、そういうことなんですよ。こうなるんだよ、多分、本番もでも。当然だよね。人気ある球団から消えてくんだから。げっそりして出てくんだから。いや、こういう風になるんよな。なると思うよ。なので、ウェーバー方式なんで、パリーグからですね、今年は。はい、なので、日本ハムから。はいはい。日本ハムは、ここで広島の中村投手先発ができる。ああ、まあ行くよな、枠行くかなと。で、中村投手がね、これでバシッとはまれば、うん、伊藤投手をさらに抑え、まさにね、持っていきやすくなるから。そういうことなんでね。うわ、頑張ってほしいな、新天地でも。そうだね、うん、そして広島に移ります。ほう。広島、楽天の石橋投手。ああ、ね、高橋純平はダメなんです。もう2巡目まで待ってください。それやったらもうソフトバンクだけなくなってくんで、どんどん。高橋純平選手がダメなんです。そうなんです。事前投票では広島高橋純平投手ね、欲しいでしょ、本格ワンのエース候補。20名まで残ってくれ。まあ石橋投手残った中で、まあ一番計算できるかなと。あ、で、将来性のある選手はちょっともうあんまり見えてこないんで、それならもう一番計算できる選手いくかなっていう予想ですね。ただでもカープは、うん、投手陣の中継ぎっていうのが一番課題だから、うんうん、これは枚数1枚でも増えるのはすごくそうだ、ね、いいと思う、うんうん。そして楽天に指名権を移ります。楽天は石橋投手を取られましたけども、はい、日本ハムから西村投手を取る。ちょっと2歳リリーフが若返ったっていう形になりますね。でも球団変われば全然変わることありますからね、うん、首脳陣のね相性とかありますから。でも今もう球場ごとの、あ、そうね、マウンドね、データなんかさ、うん、そうね、出てるからさ、うん、あの子うちで投げたらもっと輝くのに。ああ、あるね、諦めないでっていう。マヤさん。楽天が日本ハムを指名したので、うん、ここで3セット目が終了。あら、さあ残る球団はなんとロッテ、 DeNA、 阪神というところになりますけども、ウェーバー制ですからロッテからリスタートします。ロッテは DeNA の田中俊太選手、はい、内野のユーティリティですね。友杉選手取ったけどもうちょっと厚くしとこうかと、うん、でショートもセカンドもできますから、うん、まあサードもできるかな。そうだね、うん、この田中選手に白羽の矢が立つかなと。開幕戦使えばいいんだから。あ、開幕戦だけで使えばいいんだから、何でもね。あと巨人戦。そうね、横浜戦も加わったかも、ね、あ、そうだね。なので DeNA に指名権を集めまして、はい、DeNA、まあ、一応峰井選手を抜けたんで阪神の片山捕手を指名するかなというね、感じでございますね。もうこうなってくるとこれだっていう理由がなかなか、いや、もうそうね、見つけにくいよね。うん、そうだね。やっぱりだから実は理にかなったルールなんかもしれん、うん、人気の選手をちょっとやっぱ出さないと、うん、うち使えるのかこれ、うん。そして最後阪神の指名ですね。阪神はロッテの福田選手にするか江村選手にするか。おー、これは悩んだんですよ。確かどちらも大阪桐蔭やっぱりゆかりはあるからね。僕の見解ではロッテの福田選手にしました。おら、なんで？若くて年俸が安いからです。いや、マジで若い方でってなると思うよ。そう、いや、もうそうだよね。そうなる、取んなきゃいけないんですから。年俸安い方でっていうのはあんまり、あ、でも、いやいや、あると思うよ。仮に3000万の選手と800万の選手だったら、そうだね、この3000万の選手使わないんだったら800万っていうね。まあ、この2人200万ぐらいの差あったんで本当に絶妙だったんですけど、まあ、俺らからしたら大金だけど、大金だけどね。はい、ということで今年の現役ドラフトはこんな形になるんじゃないかなと。なるほどなるほど、はい、だからまあ今年はね、どうしてもやっぱり様子見になれそうなんだけど、来季以降もしかしたらもうちょっと活性化、ちょっといい選手出さんとマジで無駄な時間だったっていうのあるかもしれないね。そう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 、うん、という我々なりの現役ドラフトのシミュレーションでございました。はい、まあ、今日出したリストからでも構いませんし、あ、この選手出そうだな、欲しいかなとかいう選手いたらぜひ教えてください、うん、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。こういうことをやったけども結局翌日の紙面にこういう流れになりましたってリストしか俺は分からんから、分からん。あ、もうそうよ、移籍した選手しか分からんからね。あーえいかんわー。
ドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。